はい、というわけでやっておりました。こちらね、ルノーなんちゃうアルピーノね、アルピーノということで、これ A110 ですね。ちょっと見てみましょう。A110S なんですね。こちらアルピーヌってまだ、まあ、名前が残ってますよね。お姉さまもブルーで、衣装が綺麗ですね。あの白いねボディが、際立ってますよね。アルピーヌらしい女子ということで、いや可愛いですね。すごいね、リアフェンダーがこの盛り上がってるのが特徴的ですよね。ほらこんなに、これタイヤ半分ぐらい盛り出してるんじゃないですかね。センターマフラーということでね、これも完全にね、ライトウェイトスポーツということで、車両重量ねかなり軽かったと思います。これなんか大丈夫ですか、はい、お邪魔します。うわすごい低い、すごい低いよ、すごい低いよあもうシフトノブがない感じで、これちょっと寂しいですけどね。ニュートラルドライブ、あーすごい、ハンドルいい感じの大きさ、ちょっと小さめなんですねハンドルね。この辺のね跳ね上げ式のこの、あロックが今かかっちゃいました。あんま触ったら怒られるかな。いやしかしこのシートね、なかなかかっこいいですよね。ちょっとガンダムチックな感じで、まあ2シーターなんでね、後ろにはもう席がないということで、まあこれリアエンジンなんですけどね、綺麗な車だな。はい、というわけでね、ルノーアルピーヌでした。